ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さて、今日も冒険の旅にでも出ようかしら。おいおい、また冒険に行くのか？危険だしご時世的に良くないからやめとけよ。それでも私は行かなくちゃいけないの。私の知らない世界が待ってるわ。その知らない世界が実は怖い世界かもしれないんだぞ。それでも霊夢は行くのか？それでも行くの。奇妙な生物が発見された場所だとしても？それは逆にロマンがあるけど怖いわね。それならもっと怖がるようなことを教えてもいいか？怖いけどもしかしたらロマンがあるかもしれないから一応聞いておこうかしら。じゃあ今回は Google マップに映ったヤバいもの11選を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。じゃあ一つ目に奇妙な生物について紹介してやろう。霊夢を脅かしてやるためにわざわざ日本のやつを持ってきたぞ。なかなかに意地悪なことをしてくるわね。この奇妙な生物は東京の千代田区にある赤坂駅で撮影されたものなんだよ。実際に赤坂駅のところで上を見るとビルの合間に何かが飛んでいるんだ。ほんとだ、これは何かしら。もしかしたら宇宙人かもしれないぞ。だから東京を出歩いたらこの宇宙人たちに連れ去られてしまうかもな。だからこれ以上変なとこに冒険するのはやめるんだ。あれ？ちょっと待って。これってもっとズームすることできる？いや、それは怖くなってしまうからやめた方がいいぞ。大丈夫よ、ほら、さっさと拡大しなさい。わかったよ、ズームしてやるから騒ぐなって。やっぱり、マリサ、騙したわね。何の話だよ。これただの鳩じゃないの。やっぱり何も考えていない霊夢でもこればかりは気づいてしまったか。気づかなければ恐怖のどん底に陥れれたのにな。そうはいかないわよ。二つ目に紹介するのはおじさんについてだ。さっきは道の恐怖があったけど次は人間的な怖さが垣間見えるぜ。人間的な怖さっていやね。そもそもどんなものが映ってしまったのかというとおじさんが影分身していたんだ。場所は秋葉原の歩行者天国なんだけどな。周りを見るとどこにでもおじさんが映り込んでいるんだよ。そのおじさんなかなかやるわね。しかもウキウキで映っているからな。そんなおじさんに四方を囲まれていると考えると結構怖いぜ。ちなみにこのおじさんが映っている写真はモザイクなんてかかってないからな。本当に一人のおじさんが分身していることがわかるぞ。マジか。見る分には面白いけど実際にたくさんのおじさんに四方を囲まれたらちょっと怖いわね。まあよっぽどのことがない限りそんなことは起きないだろうから安心しても大丈夫だと思うぞ。だけど普通モザイクをかけるはずなのにこのおじさんにはかかってないのは面白いな。確かに普通周りの人にはモザイクがかかるはずよね。このおじさんはそれをものともしないということは何かしらのすごい人なの？ Google マップは一般の人でも写真を上げることができるみたいだからな。誰かがパノラマ写真を撮ってアップロードでもしたんだろ。そういうことか。ただこのパノラマを撮っていた人と映り込んだおじさんは他人の可能性があるからな。もし他人だった時が一番の恐怖かもしれないぜ。確かにパノラマ写真を撮ってるのにここまで映り込もうとするおじさんは怖いわ。しかも詳しくは知らないがそれをもし無許可で上げていたらさらに怖いよな。結論人間みんな怖いってことね。三つ目に紹介するのは駐車場に関することだぜ。この写真は普通に見ると特に気にすることでもないんだろうがな。気にしてしまうと違和感が出てくるんだよ。見た感じスーパーの駐車場に一人佇む女性って感じかしら。そうだな。私は見た時から軽い違和感を覚えたが、霊夢はこの写真の違和感がわかるか？なんでその場所に立ってるのかな？っては思ったけど。そうだよな。この写真の問題はこの女性が立っている場所なんだよ。歩いてる途中とかだったら何も違和感ないんだけどな。なぜか駐車場の空いてる場所に佇んでいるんだよ。もしかしたら駐車場の場所取りをしてるとかじゃないの？そうは言っても他にも駐車場は空いてるから他のとこでもいいと思うんだけどな。しかもこじつけになるかもしれないがこの女性をよく見ると少しうつむいてるんだよ。だからこの女性は実は霊的なもので映り込んでしまったのかもしれないぜ。いや、もしそうだとしたらものすごく綺麗に映り込んでしまったわね。確かにここまではっきり映り込む幽霊もなかなか珍しいよな。まあ何にしてもこの女性はいろいろと謎な女性だぜ。ほんとね。ちなみにこの女性は福津市のスーパーの駐車場に映り込んでいるらしいからな。気になる人は福津市の山や福島西店の駐車場を見に行くといいぞ。実際に行ったらまだいるかもしれないな。もし本当に立ってたらそれはもう本物よね。見えてしまうのだけは勘弁だわ。四つ目に紹介するのはロバについてだ。この写真はアフリカ南部にあるボツワナで撮影されたらしいんだけどな。そこには一匹のロバがこちらを向いているんだよ。野生のロバね、小さくて可愛いわ。だけどこの後ロバには悲劇が待っているんだよ。え、何が起きたの？さっきはまだロバが元気そうな写真が写っていたんだけどな。その写真から一枚進んだだけでロバの容態は一変しているんだ。どう一変したのかというと後ろで倒れているんだよ。倒れてる？それはなんで倒れているのかしら。まあ後ろを振り向いたら倒れているってことはいいことではないかもしれないぜ。惹かれてしまったの？
その可能性が高いと思うぜ。だって少し進んで振り向いたら倒れているんだぞ。そうなったら高確率で惹かれたと思ってしまうだろ。まあそれでも急に寝てしまった説も捨てたくはないがな。私はそれでもこのロバが急に寝てしまったと思って生きていくわ。5つ目に紹介するのはゴミ捨てに関することだ。ゴミ捨て？別に変わったことでもなくない？それが変わっていることが一つだけあるんだよ。それは見た目がダースベイダーということだ。普通の人がゴミ捨てをするくらいなら何も変わったことじゃないけどな。ダースベイダーがゴミ捨てしてたらさすがにおかしいだろ。確かにそれはおかしいわね。なんでそうなってしまったのかしら。もしかしたら映画の撮影から逃げ出してきたのかもしれないぜ。それにダースベイダーは悪者だからな。都合の悪くなった何かしらを処分していたのかもしれないぜ。そう考えたら何気に怖くなってくるわね。結局謎だけど。しかもゴミ捨てをしているってだけじゃなくて白い上着なのも気になるぜ。ダースベイダーなら真っ黒で統一すればいいのに正反対の白を着ているからな。何かしらの理由があるかもしれないぞ。もしかしてダースベイダーの良心が滲み出てきているのかも。6つ目に紹介するのは、人現場が写ってしまったかもしれないヤバい写真だ。この写真は上から見た写真になるが結構ヤバそうな雰囲気がするぜ。確かになんか引きずった跡みたいなのがずっと先まで続いてるわね。そうなんだよな。しかもその引きずった時にできた跡が赤っぽいシミなんだよ。だからちょっとこの現場は危険な雰囲気が出ているぜ。しかも橋の先端の方に人とその傍らに茶色い物体があるわよね。その茶色い物体ってもしかして、犬だぜ。え、犬？そうだ、この茶色い物体は実は犬なんだよ。そして赤いシミのような引きずられた跡はただの水なんだ。木に水が染み込んだらちょっと色が濃ゆくなるからな。そのせいで赤くなったように見えてしまったんだと思うぜ。そうなのね。でもなんでそうなったの？単純な話だよ。ただ飼ってた犬がそこら辺の水場にダイブしてな。その後にこの橋のところに犬と一緒に散歩しに来たって話だ。だから特に怪しいことではなかったみたいだぞ。何そのほっこりするような話。正反対すぎるでしょ。だけどこの橋の周りは森が広がって視野が狭くなってしまうからな。ことを犯すには結構うってつけの場所なんだ。だからもしかしたら本当にこの場でいけない事故が起きている可能性もあるぜ。その可能性なんてなくていいわよ。本当にそう思えてきたじゃない。7つ目に紹介するのは血の海が映ってしまったことの紹介だ。この血の海が広がっているのはルーマニアのジャマナ村というところだな。え、それって本当に血の海が広がっているの？そうだとしたら結構ヤバくない？まあそれが本当だったら絶対に写していい写真ではないよな。見てもらったらわかるんだけど結構血の色に似てるんだよ。確かに赤茶色っぽい色をしてるわね。だろ？だから血の海って言われているみたいなんだけどな。実際は血の海じゃないらしいから安心してくれ。やっぱり違うのね。ちょっと安心しちゃったわ。本当だったら相当やばいよな。実際の話をするとこの湖はただ汚染されてしまったらしいんだよ。以前ルーマニアの独裁者が銅の採掘に力を入れていたらしくてな。その時の汚染水が溜まっていってしまったらしいぜ。そうなのね。じゃあ周りの湖が変色しているのも全て汚染水が原因ということなのね。そういうことになるな。さすがにこのままだとどんどん周りの自然がおかしくなりそうだぜ。だからどうにかしてほしいもんだよ。ほんとね。8つ目に紹介するのは巨人が映ってしまったことについてだぜ。 Google マップで何の変哲もない写真が撮られていたんだけどな。その写真をよく見ると違和感が出てくるんだよ。マジか、どんな写真なの？その写真はこれなんだけどな。普通に見た感じだとただの街中を映し出している風景にしか見えないだろ。だけどずっと見ているとどこか違和感が出てくると思うんだ。あ、道路を渡ろうとしている二人の身長が大きく見えるわね。そうなんだよ。何の変哲のない普通の人に見えるんだけどな。周りの車と見比べてみると明らかに車よりも大きく見えるんだよ。確かに車の屋根がその人たちの腰くらいに来ているわね。だな、だから相当でかいぜ。車の大きさを大体2メートルくらいで考えるとこの人たちは約3メートル以上は普通にありそうだよな。そんくらいありそうね。でも思ったけどこういった写真って結構ずれたりするんじゃないの？まあ360度カメラで撮ってるからな。時々変な写真が撮れることも実際あると思うぜ。だけどよく考えてみてくれ。この写真の二人の人にズレが見えるか？何も違和感なんてないだろ？言われてみれば身長が高そうに見えるってこと以外違和感ないわね。じゃあ本当にこの人たちは巨人なのかしら？どうなんだろうな。もしかしたら遠近法とかの視覚的な問題がこの場所で起こっているだけかもしれないぜ。だからこの謎を解き明かすには実際にこの場所を訪れて確かめるしかないんだ。マジか。ちなみにこれはどこの国なの？エジプトだな。だから旅行ついでに検証すればいいんじゃないか？近々エジプト旅行する人は検証してみてください。私は遠慮しておきます。他人に任せるな。ちなみにエジプトでは昔とてつもなく大きいミイラの指が見つかっているみたいなんだ。
だからもしかしたらこの二人はそのミイラの末裔かもしれないぜ。そうなったら昔エジプトには巨人がいっぱいいたということになるわね。これはロマンだわ。9つ目に紹介するのは頭に関する紹介だ。この写真は見た瞬間違和感がわかると思うぞ。そうなの？その写真はこれになるんだが、明らかに変なところが一箇所だけあるんだよ。その場所が霊夢はわかるか？なんか手前の男性がイチャモンつけてそうね。あ、頭に何かついてる。そうなんだよ。パッと見た感じだと手前の男性が喧嘩を売ってるように見えるけどな。だけどよく見ると立ってる方の男性の頭には何かが刺さっているんだよ。なんかすごいシュールね。トナカイの角を頭につけているみたいだわ。確かにトナカイの角をつけているようにも見えるな。何にしてもこの風景に合ってないものがこの男性の頭についているぜ。なんでこんなことになったのかしら？それは謎だな。この謎を証明できるのはこの二人の男性以外いないかもしれないぜ。ミステリーね。10個目に紹介するのは生首が映り込んでしまった写真を紹介するぜ。また今まで通りカメラのズレで起きた変な写真なのね。それが今回は結構ヤバそうでな。実際に霊的なものかもしれない写真になっているぜ。だからここからは心してみてくれ。そんなにヤバいの？まあとりあえずこの写真を見てくれ。一応生首が映っているところにはモザイクをかけておいたが、それでも不気味だぜ。確かに不気味な雰囲気はすごい伝わってくるわ。これは群馬県で撮られたものらしいんだけどな。ここは史跡彦武館という武士の家が残されている場所なんだよ。そんなところを通りかかった時にこの生首のようなものが映り込んでしまったんだな。うわぁ、なんかそういった背景があると武士の生首なのかなって思っちゃうわね。だよな。しかもこの前後の写真には生首らしきものは映り込んでないらしいんだ。だからこの一枚だけ映り込んだってことはやっぱり何かしらあるかもしれないぜ。いや、怖すぎるわ。まあそれでも通っている人が映り込んだ可能性も捨てきれはしないな。だけど私はこの写真を見た感じだと心霊説を推したいぜ。私も心霊的な気はするわ。明らかに現れる場所がおかしいもの。ずれるにしても人の顔だけがここまでずれるのはおかしいだろうからな。フェンスのちょっと上に来るくらいならわかるが、さすがに上すぎるぜ。そうなのよね。この高さだったら下手したら3メートルくらいの高さに頭があるわよね。ちなみにこの場所の近くに立ち入り禁止の沼があるらしくてな。その沼で以前事故が起こっていたみたいなんだよ。だからその事故と何か関係している可能性もあるかもしれないぜ。まあどれにしてもこの場所は結構危ないかもしれないわね。11個目に紹介するのはなぜか星が映ってしまった写真だ。この写真はロシアとカザフスタンの国境付近にあるらしいんだがな。なぜかごぼう星が描かれているんだよ。しかも結構綺麗なごぼう星なのね。人工的に作られたものにしか思えないわ。円も結構綺麗だし直線も綺麗だよな。ちなみにここはリサコフスカやペンタグラムマっていうハイキングコースなんだ。だから宗教や魔術のような感じではなさそうなんだよ。それは謎だわ。国境付近っていうのも関係あるのかしら。確かにそこを考慮すると何か軍事的なものが関連しているかもしれないな。そうなるとこの話はこれ以上しない方がいいかもしれないぜ。消されちゃうかもしれないわね。私は全く関係ありません。ちなみにこのごぼう星は専門家が実際に分析したらしくてな。それでもいつどうやって作られたのかは分かってないみたいだぜ。ということはもしかしたら宇宙人も関連してくる可能性も、ありえるかもしれないな。そもそも専門家が口封じされて分かってないと言わされてる可能性も捨てきれないぜ。急に闇を匂わせてきたわね。というのが Google マップに映ったヤバいものだな。結構カメラのズレとか実際大丈夫そうなばかりだったぜ。いくつか本当にヤバそうなやつもあったけどね。実際どうなのかすごい気になってしまったわ。まあそこが本当にそうなっているのかを知るには本当にその場に行かないとだからな。本当に気になるなら実際にその場に行って確かめに行くのも楽しいかもしれないぜ。それじゃあまずは国内から制覇していかないといけないわね。それじゃあ行くわよ、マリサ。え、私も行くのか？当たり前よ。で最終的にはマリサに任せることにするわ。結局そうなるか。ということで Google マップに映ったヤバいもの11選を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。